さあ勝ちました山田選手、まあ、スタート自体はまあ普通ぐらいかなという感じでしたが、ここでねうまくねまくってきましたよね、はい、ここからダッシュのノリが良かったという感じですかね、はい、その後ろの石井選手もいいスタートだったんですけどもね、勢いとしてはね最初はかわせるかなと思ったんですが逆にね離されましたね。そうですね、このあたりはやはり山田選手の状態が良かったという感じなんでしょうか。そうですね、はい、そして後ろの方、まあ、30の3人の攻めも、はい、まあ、遅くはなかったですよね、うん、そうですね、まあ、岩田選手が先行して岡松選手が続くというのは、まあ、大方の予想通りかなという。そうですね、結構ねペースも早かったですね前のね、そうですね、この時点で猪熊選手を捉えて山田選手が先頭、残り3周です。まあ、石井選手も続いた展開でしたが、まあ、こう見ても山田選手十分なリードがありましたよね、そうですね、まあ、石井選手の攻めも遅くはなかったんですが、それだけ山田選手が早かったというところと、ちょっと詰まっていきませんからね、後ろも岡松選手が、はい、まあ、上がりましたが、うん、この差ではちょっと、そうですね、まあ、マシンの状態はねいいですね、直線なんかだいぶ詰めてますね、はい、まあ、3-0 の思想が出ていました岡松選手、うん、ただそれ以上に、まあ、山田選手が早かったという、はい、そうですね、はい、この動きを見るとどうでしょう、明日の優勝戦も、うん、明日もねチャンスありますよね、期待できそうですかね、はい、5レースの準決勝戦振り返りました。1着3番山田徹、2着8番岡松忠、3着4番石井大輔でした。払い戻し金ご覧の通りです。1着になりました山田選手は321勝目となりました。まあ、大きなポイントになったのが10メーターのスタート、これいかがでしょうか。そうですね、外から稲原選手がねいいスタートしましたね。まあ、ちょっと石井選手はダッシュつかなかったかなと、はい、そうですね、まあ、それ以上に稲原選手の飛び出しが良かったですかね。いいですよね。まあ、後ろ30はやはりここは早船選手が行ってという展開で、はい、それに黒岩選手ついていって、うん、このね、序盤の30の動き自体は良かったですからね。そうですよね。ただそれ以上に稲原選手がやはりスタート行ったことで展開が向いた感じでしたかね。で、一射だけでしたからね、石井選手もちょっと阿部選手に早めに来られて、そうですね、展開悪くなりましたよね。ただそれでもだいぶ外外を回って、はい、まあ、伸びは良さそうな感じでした ね、 いいですよね。ちょっと中に行けなかったのがね、この辺りではだいぶ阿部選手が追い詰めていましたけれども、はい、何かかわすまではいかないという動きでしたかね。だいぶ稲原選手が内を締めてという感じでしたかね、はい、まあ、それでもね後ろがなかなか落ち着いてきませんからね、まあ、そんなに悪いペースではなかったんですよね、はい、うん、早船選手も昨日はねレースの終盤かなり伸び目立っていましたが、はい、ありましたね、この辺りでもちょっと追いつく感じはなかったですから、はい、となるとやはり全体的にはここはペースが早い展開という、そうでしたね、レースでしたよね。第6レースは1着3番稲原亮太郎、2着5番阿部仁、3着2番石井大志でした。払い戻し金はご覧の通りです。1着になりました稲原選手は195勝目挙げています。まあ、準決勝戦波乱のレースが続いていますが、はい、このレースは、まあ、一つのポイントは後ろ 30m でした。そうですね、まあ、こう10メートル戦もね、3号車の山下選手がね、先行してきましたけどね、はい、長谷川選手が頑張ってね、抜き返してましたね、はい、そして後ろは平田選手が、はい、まあ、いいスタートから、そうですね、もうこの時点で中段の位置つけてますから、うん、そうですね、だいぶ楽になりましたよね、はい、まあ、五十嵐選手は最後方からでしたけれども、はい、まあ、この時点で、まあ、だいぶ前と詰まっての7番手ですから、そうですね、位置としては悪くなかったですよね、はい、まあ、この辺はいい感じでね、さばいていきましたけど、はい、これですね、この次立ち上がりで滑ってましたね、うん、
ちょっとここで交代してしまいましたよね、はい、それから動きがちょっとね鈍ってましたね、一方、まあ、長谷川選手のペースもなかなか良かったですけれども、はい、平田選手はやはり序盤の位置取りが、うん、そうですね良かったですから、はい、そこ決まってね、楽になりましたよね、こうなればもういい展開になり、なりますよね、はい、そうですね、まあ、長谷川選手の粘りも光りました、うん、はい、清水選手もちょっとなかなかかわせませんでしたよね、そうですね、まあ、インコースも入りきれなかったし、まあ、五十嵐選手も28の思想出ていましたけれども、ちょっとコース的には清水選手とやや被る感じ、そうですね、でインコースインコースで、まあ、あの前に、ね、長谷川選手いるんでどうしても、ね、あのペースが落ちますよね、そうするとなかなか回転が上がってこなくなって、はい、ちょっと苦しくなりましたね、まあ、結果的にはスタートが一つの勝因だったかもしれません、はい、平田選手が制しました。1着7番平田正隆、2着2番長谷川博士、3着8番五十嵐和夫でした。払い戻し金はご覧の通りです。1着になりました平田選手、326勝目となりました。1秒前スタートしました。 30m の飛び出し、ここは3番の深澤、やはり行きました。40戦枠なりです。さあ逃げるのは1番の伊藤翔馬、まずはスタートしのいだ。1番の伊藤もかなり粘りを見せますが、6番の吉田、ここは捉えました。残り3周です。3番の深澤先頭、さあ追い詰めるのは6番の吉田、だいぶ先頭に待っては差が詰まってきました。しかしすぐ後ろには8番の中野も続いています。さあ吉田としては先に抜け出したいところですが、インコースやってきた中野が吉田を一気に捉えた。今度は先頭を追うのは8番の中野、一気に先頭との差が詰まりました。深澤に追い詰めて8番の中野、ここはすんなり捉えました。一方吉田はまだないよ、3番手というところ、その後ろには5番の田中が続いています。深澤も粘ります。先頭は8番の中野、2番手は3番の深澤。ラスト1周に移りました。さあ吉田にとりましては苦しい展開、2番手まで届くかというところですが、すぐ後ろには5番の田中も続いている。先頭は8番の中野、2番手は3番の深澤、どうやら粘るか。8番の中野が制しました。2秒前、1秒前、スタートしました。さあ後ろの飛び出しですが、ここは7番の鈴木がちょっとダッシュつきませんでした。遅れてしまった7番の鈴木、40戦からは8番の斉藤が先行する展開になりました。そして逃げる1番の田中、内から2番の西崎がかばしていく。西崎が先頭を抜け出した展開です。その後ろはまだ差が開いていますが、4番の佐々木、外から5番の三村と続く展開。レースは残り2周、2番の西崎先頭の2番手、5番の三村、だいぶ近づいてきました。さあ先頭争い、その後ろからは8番の斉藤もやってきている。内から5番の三村、ここで2番の西崎を捉えました。そして3番手から8番の斉藤も接近、その後ろ7番の鈴木もだいぶ差は詰まってきています。残り1周の最終周回です。ここでかわした8番の斉藤2番手、そして鈴木も3番手上がってきた。さあ最後のバックストレッチですが、先頭は5番の三村、こちらは完全に抜け出しています。8番の斉藤、7番の鈴木、最後2番手追い詰める。5番の三村先着合理。2秒前、1秒前、スタートしました。さあここは 20m では内から3番の斉藤がいいスタートから2番の丸山を一気にかわしていく展開になりました。先頭1番の松永は好スタートから逃げ展開。さあもう1回インコースを伺います。8番の大木、ここで5番の桜木を捉えた。さらには3番の斉藤もかわして3番手。さあ前も速いペースになってきました。4番の金子が1番の松永を捉えにかかりますが、まだここでは1番の松永粘る。この間に一気に外からやってきた8番の大木、トップラ線に持ち込んで、レースは残り3周。逃げる1番の松永ですが、待ったをかける8番の大木、大木が今度は打ち切り返してバックストレッチ。ここはインコースすんなりかわしました。さあ7番の青木やってきました。ここは3着争いというところで最終周回です。先頭完全に抜け出したのは8番の大木光、2番手は4番の金子を追い詰めて、7番の青木やってきた。最後は2着争いですが、粘る4番の金子、これから最終コーナー、8番の大木光、今日も圧勝の5連。2秒前、1秒前、スタートしました。さあ0、10のスタート、1番の泉田残せるか、2番の城山プレッシャーかける。それでも1番の泉田、ここは持ちこたえた逃げ展開です。
さあ後ろは8番の瞳や7番の森谷を早くもここはかわして先行する展開になりました。さあ1番泉田独走になっている。離されました2番白山、外から4番の萬田かわした。そして篠崎を外からかわした瞳、今度は一気に2番手4番の萬田の外並びかけます。1番の泉田、さあまだ独走ですがここで2番手上がりました瞳。こうなりますと残り3周完全に2人の一騎打ちになります。どこまで逃げるか1番の泉田、8番の瞳追い詰めて残り1周ここでかわした、ここでかわした、きっちり捉えた8番の瞳。ちょっとここは1番の泉田相手が悪かったというところか、逃げ展開には持ち込みましたが惜しくも2番手交代。3番手に6番の篠崎、8番の瞳武志が今日も圧倒しました。両輪ただいまをもちまして12レースは締め切りとなりました。このレース、そして2日目の今日もたくさんのご投票ありがとうございました。さあ今日の2日目も残すカードはあと1つとなりました。それでは今日のレース結果、ここまで11レースまでを振り返っていきましょう。さあ今日11レースまでのレース結果振り返りました。まあ4レースまでの一般戦もちょっと荒れ気味でしたけれども、はい、特に準決勝戦は高配当が目立ちましたよね、うん、難しいレースも多かったですね。まあ8バトルやはり1着条件ということでいつも以上に選手、まあ、スタートから力が入っていたように見えましたけどもね、はい、そしてまあ特に中盤レースあたりはかなり京阪勢の粘りも目立っていました。その中最後の準決勝戦、加賀谷選手からの人気で集中しています。8番7番3番12倍、8番7番2番は 13.6 倍です。それでは12レースです。実況でお楽しみください。川口城とは3日間開催の今日が2日目、合計8つの準決勝戦もいよいよ最後のレースとなりました。このレースの1着で明日の優勝戦ベスト8が出揃います。12レースの準決勝戦です。ハンデゼロは1番の田西秀夫です。続くのが 20m、 2番の相馬康夫、3番中原誠、4番浅野光三、30m に5番中山徹、6番永田貴則、そして 40m は7番の森村亮、8番加賀谷武明です。
40m 2人が試走28も人気では加賀谷が圧倒しています。12レース準決勝戦2秒前1秒前、スタートしました。さあ 20m の飛び出し、ちょっと2番の相馬ダッシュつかないか、外からかわしていくのが4番浅野が一気に先頭を取った。中原は先手取れませんでした。同伴3番手からの競争、その後ろから30戦6番の長田が先行する。さあ後ろは8番の加賀谷ですが、この辺りでは一気に2人かわして6番手、さらに内をついて前を追う展開です。さあ逃げるのは1番の田西です。4番の浅野が抜け出してきました。2番の相馬、そしてその後ろは3番中原。中原の内一気にかわしたのは長田と加賀谷。加賀谷が一緒になって上がってきた。さあ前は4番の浅野が先頭に変わりました。2番の相馬が出張っていますが、3番手内を突いて8番の加賀谷上がりました。単独3番手の位置、その後ろに7番の森村も内を突いて続いていますが、前とはだいぶ差が開いての4番手。先頭4番浅野は飛ばす、追いつくかどうか。2番の相馬が出張っています。しかし待ったをかけるのは8番の加賀谷。加賀谷が2番の相馬の位置、2番の相馬もだいぶ粘りましたがかわしました。加賀谷が2番手、先頭4番浅野を追い詰めていきます。さあもうどこでかわすかという展開になってきた。8番の加賀谷が内をついて、これ4番の浅野をきっちり捉えました。残り2周です。一気に突き放していきます。8番の加賀谷先頭、そして2番手は4番の浅野、その後ろは2番の相馬がだいぶ粘っています。7番の森村はまだ上がっていきません。残りは1周、最終周回です。8番の加賀谷先頭変わりません。2番手の水は2番の相馬が外伸びている。しかし内を捉えて一気に森村やってきた。浅野も捉えましたが、さあ浅野の外は相馬が粘る。3番手の水になりました。8番の加賀谷は快勝です。12レースの準決勝戦、しっかりと人気に応えました8番の加賀谷武明です。そして続いたのは7番の森村。3着争いは4番の浅野、最後2番の相馬もだいぶ追っていきましたが、どうやら4番の浅野が粘ったようです。最後のスローですが、3着争いは4番の浅野が先着です。最後は5番の中山もだいぶ追い上げていましたが、届かずというところの3着争いでした。なおレース確定までお手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。最後の準決勝戦となりました12レース。ここも人気上位の決着となったようです。確定まではもうしばらくお待ちください。今シリーズは3日間開催。今日は2日目、準決勝戦8バトルということで、5レース以降は準決勝戦が続きました。波乱の展開も目立ちましたが、終盤戦に来て配当的にはだいぶ落ち着いていました。その中の最終12レースの準決勝戦、人気サイドの決着となったようです。確定まではもうしばらくお待ちください。開催3日間のうちの開催2日目の今日は準決勝を中心にお送りしております。加賀谷選手が1着入線を決めております。874の順で入線した模様です。第12レースの確定をお知らせいたします。1着8番、2着7番、3着、4番、以上でございました。12レースの確定です。12レースは1着8番、加賀谷武明、2着7番、森村亮、3着4番、浅野幸三でした。1着になりました加賀谷選手、競争タイムは3.382。3.382。これで通算402勝目となりました。加賀谷選手、連勝をおめでとうございます。払い戻し金です。2連勝単式8番7番310円、1番人気。2連勝複式7と8の組360円、1番人気。3連勝単式8番7番4番1840円、6番人気。3連勝複式は4と7と8の組で930円、4番人気でした。その他の結果ご覧の通りです。それではこの12レース振り返ります。準決勝戦2秒前1秒前、スタートしました。さあ12レースの準決勝戦、やはり加賀谷選手は強い勝ちっぷりでしたね。そうですね。まあレース展開としてはここ20戦のスタート、はい、浅野選手が行きましたね。はい、そうですね。その後ろから30戦6番の
ちょっと中原選手はこれ、ね、3番手というのは厳しかったですかね、はい、厳しいですね、まあ、相馬選手も先行はできませんでしたけども、はい、ただ道中もだいぶ粘ってましたよね、結構ねいい走りしてましたよね、はい、加賀谷選手は順調でした、はい、ま、中田選手もね序盤の位置取りとしては悪いなかったんですけれども、今救われたところでねちょっと後方にね下がりましたね、浅野選手、相馬選手というレースの引っ張り、はい、浅野選手のペースもなかなか良かったですよね、うん、そうですよね、まずは加賀谷選手がここで、はい、まあ、結構粘っていました、相馬選手を捉えて、うん、でもう1対1になるとちょっと浅野選手は厳しかったですかね、はい、まあ、ここまで来られるとね、しょうがないですね、はい、もうこれでも加賀谷選手はあとは独走の展開に入るわけですが、はい、後ろ追い上げていたのは森村選手でした、はい、まあ、こちらも28の走出てましたから ね、そうですね、加賀谷選手と同じ、ね、走タイムで出てましたから動きは悪くないですよね、もっとすんなり早く上がっていくのかなとも思いましたが、ただ、まあ、浅野選手以上に相馬選手がねこの辺り逆にかわすのかな、結構いい動きですよね相馬選手の、まあ、外を回る展開でしたから、まあ、すんなりとは上がってはいけませんでしたけど、ね、はい、ただ展開的には相馬選手がちょっと鍵を握ったのかなとも思える一戦でしたよね、さあ準決勝戦は映像を交えて振り返りました。いよいよ明日が最終日ということで優勝戦のメンバー枠順が出ています。早速ご覧いただきましょう。1号車稲原良太郎ハンデゼロ、2号車山田通るハンデゼロ、3号車三村洋次ハンデ10、4号車平田正隆ハンデ20、5号車中野典人ハンデ20、6号車大木光ハンデ20、7号車加賀谷武明ハンデ20、8号車ひとみたけしハンデ20です。さあご覧の8名の優勝戦となりました。まあ枠順出て板橋さんいかがでしょうか。そうですね、今節の動きを見るとやはり6番7番8番ですか、はい、その辺のねスピードがちょっと違いますね。タイム的にもこの3人がやや抜けているかなといった感じありますからね、瞳選手が368で今日は上がっています、はい、まあ、明日の天気も、ね、日中の最高7度という発表ですが今日と同じような感じですよ ね、 そうですね、晴れで、昼前から時々曇りという予報になっています、はい、ただ今節は京阪勢前のペースも結構速いですからね、うん、そうですね、その辺りで0、10、はい、この辺りのペースも速くなれば前残りの展開もという感じがしますけれどもね、はい、前回は新人の初優勝でしたけれども明日は果たしてどんな展開となるでしょうか。明日いよいよ最終日を迎えます3日間開催準決勝戦8バトルのいよいよファイナルです。明日もどうぞお楽しみください。今日はこの辺りでお別れします。さようなら。